皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は5月のお気に入りを紹介していきたいと思います。何月のお気に入りシリーズっていうのを毎月やれていないんですけど、撮ろう撮ろうと思ったらね、月日が経ってしまってるんですけど、紹介していきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。はい、今コロナが流行っていて、お買い物とか全然行ってないので、そんなにいっぱいこれを買いましたあれを買いましたっていうのができてないんですけど、まあ、その中でもね、ちょっとお気に入りを紹介していきます。スーパーに買い出しに行くついでに隣の薬局とかでパパパッとちょっと必要なものを買ったりとかはしてるんですけど、まずこちらになります。ニキビのオロナインを買いに行くついでにこちらを買ったんですけど、ニキビを防ぐ美顔水というこちらの化粧水になります。でも調べたところ、化粧水前につけたらいいっていうことで、コットンにこうバーって出して拭き取り化粧水として使って、その後に化粧水、乳液、オロナインっていう順番でスキンケアしてるんですけど、最近は。この美顔水は800円ぐらいで買えるんですけど、手にジャバジャバ使うっていう感じよりもコットンが向いてるらしいんですよ。なのでコットンに染み込ませるとだいぶ消費してしまうので、これぐらいの小さいサイズだとすぐになくなっちゃうんですけど、これ私2本目なんですけど、1本使い切っちゃいました。で、すごく匂いがもうめっちゃきついんですよ。何の匂いって言ったらいいのかな、このなんか鼻にツンってくる感じで、塗ってる時はあんまり鼻呼吸したらちょっとスーって鼻がもうツーンってくる感じなんですけど、こちらはすごいおすすめですね。使い続けてればニキビいいかなと思って買ったんですけど、色はついてないんですけど、こういう瓶に入ってるだけで、なんか瓶に入ってるからなんかちょっと高級感あるかなっていう感じなんですけど、ちょっと朝と夜の洗顔後すぐ一番最初にまずこれを使うっていう感じで拭き取り化粧水として使ってます。まあ1本使い切った感じ、まだニキビは減ってないんですけど、ニキビにすごく効くって言われてる化粧水で、ちょっと今後ずっと使っていきたいなって思っているので、2本目リピ買いしました。これは薬局とかでも買えるかなと思うので、ぜひ皆さん気になる方は探してみてください。箱に入って売ってます。続いてこちらになります。こちらのソフティモのスーパーポイントメイクアップリムーバーです。結構大きいんですけど、これはポイントメイク落としで、私はアイメイクとリップを落とすのに使っています。部分用メイク落としっていうことなんですけど、なんかこれはウォータープルーフのマスカラやアイライナーにも密着して落とすみたいな感じなんですけど、まつげ私抜けたくないので、まつげはヒロインメイクのマスカラリムーバーをやってからこれでこうやって落とすんですけど、リップとか落ちるし、落ちにくいアイラインも落ちるので、これはいいなと思って今使ってますね。本当はエチュードハウスに行って部分用メイク落としを買いたいんですけど、今行けないので、ネットで頼んでもいいかなって思ったんですけど、すぐもうメイク落とすのに必要だったので、とりあえずこちらを買いました。部分用メイク落としの方がやっぱり落ちるし好きなんですけど、調べたら口コミが高かったので、なんか部分用メイク落としってすごいいろんなメーカーから出てると思うんですけど、一番口コミで良かったので買ってみました。なんか刺激レス処方っていうことで、なんかあんまり負担をかけないらしいですね。で、リップ落とす時もティントとかも落ちるんじゃないかなって思います。これはちょっと大きめサイズなんですけど、コットンに出して使ってますね。なんか乳液みたいなテクスチャーのメイク落としです。で、続いてこちらになります。これはルーティーンの時かなに、これを使った時にどこのネイルオイルですかってご質問いただいたんですけど、キューティクルケアオイルというもので、字幕に書いておきますね。なんか最近買ったわけじゃなくて前に買ったんですけど、このネイルオイル、こうやってここをねじって出すタイプなんですよ。これを最近塗るようにしてて、今まであんまりね、しょっちゅうは使ってこなかったんですけど、これを使うようにしてる理由は、ジェルネイル落としに行けなくて自分で落としたんですよ。で、それ調べたら、ちゃんと爪の保湿をしないと爪が弱っちゃうっていうのを見たのと、あとはなんか爪を早く伸ばしたいんですよ、私今。爪が割れてきちゃって、爪がすごく短くって痛いので、割れてきた爪を伸ばしたくて調べたところ、まあ、カルシウム取るのも大事なんですけど、ネイルオイルとかハンドクリームとかでしっかり手をいつも以上に保湿すると爪の伸びがちょっと早まるみたいな風に書いてたので、あ、じゃあ昔買ったネイルオイル塗ろうって思ってこちらを最近塗ってます。オイルなのであんまり私ベタベタするのが好きじゃないので、日中はちょっとつけてないんですけど、夜寝る前はもう何にもしないじゃないですか。なので夜寝る前スマホい
じった後にもう何もしないって時にこれを塗りますね。逆向けがこれですごいなんか減った気がしますね。昔から私逆向けができやすい人っていうか、なんかすごい手に逆向けできる人なんですけど、これ塗ってからあんまり手の逆向けが目立たないなっていう印象です。なのでちょっとね、最近はネイルオイル塗ってみてます。でネイル関連なんですけど、こちらになります。こちらのマジョリカマジョルカから出ているガラスドロップジェルコートというトップコートになります。マジョリカマジョルカのマスカラはいつも使ってるんですけど、ネイルって売ってるんだって思ったんですけど、このトップコートすごい良くて、まあ普通にただの透明なトップコートなんですけど、今もね塗ってるんですけど、すごくツヤンツヤンになるのと触り心地がすごくいいですね。トップコートでちょっと突っ張るっぽい感じの触り心地のトップコートもあるんですよ。でもこれすごくツルツルしてくれるトップコートで、今も塗ってるんですけど、すごくツヤンってなるので、私はこれすごい買ってよかったなって思います。いろんなトップコート何種類か買ったことあるんですけど、一番上位で気に入ってるトップコートなので、ぜひ皆さん、まあ、今ねお家でしかネイルできないくて、マニキュアをやってるっていう方、私もねいつもジェルネイルなんですけど、最近ちょっとマニキュアを楽しんでるので、これ買ってみたよっていう話です。おすすめなのでぜひ皆さんも買ってみてください。すごい反射しちゃうんですけど、タイムシークレットのミネラルプレストクリアベールというフェイスパウダーですね。タイムシークレットからは色付きのパウダーが発売されてるかなと思うんですけど、色が付いてないパウダーが発売されて、こちら買いました。色付きのものは私あまり好まないというか、肌の色より明るい色の色付きのパウダーに出会えてないので、いつも色が付いてないこう白い粉のものを選んでるんですね。いつもはイニスフリーのものを使ってたんですけど、ちょっと違うパウダーも試してみたいなと思って、でこれの色付きじゃないクリアのものが出たのを知ってすぐゲットしたんですけど、これはめっちゃサラッとするし、最近使ってます。今も使ってますね。ファンデーションは私してないので、下地、コンシーラー、このパウダーっていう順番で最近使ってます。まあ割とそこまで分厚くもないので、お直しポーチにもいいかもしれないですね。まあ色付きがいいよっていう方はこのメーカーで色付きが売ってるので、ぜひ見てみてください。続いてこちらになります。ツヤプルリップの10番わがままプラムというリップになります。最近生放送ライブとかをするときに、どこのリップを使ってるんですかっていう質問をよくいただいて、生放送するときは絶対この質問が一番多くって、今日のリップどこですかって質問が多いんですけど、最近生放送でよくつけてるのがツヤプルリップの10番ですね。これはあかりんこと吉田あかりちゃんのリップの新色なんですけど、新色が3色発売された中でこちらのわがままプラムを買いました。今家にあるのがほっとかないでレッド、焼きもちピンクでこちらなんですけど、一番最初に発売されたムック本についてきたずるいピンクもすごい可愛くって、また欲しいなって思ってるんですけど、最近はこのわがままプラムがめっちゃ気に入ってます。プラムって聞くとなんかバーガンディー系の紫系なイメージがあると思うんですけど、秋じゃなくても使えるようなプラム色らしくって、これもこうやってねじって出すっていうか、繰り出し式なので出しすぎは注意なんですけど、すごく可愛い色。最近はずっとこれを使ってます。めっちゃ可愛い。あかりんちゃんのこのリップは、すごいプルプルするし、すごい唇の見た目がすごい可愛くなるので、おすすめです。これ一本で唇が仕上がります。続いては、カラコンになります。カラコンもね、最近はずっとカラコンつけてるんですけど、前は旅行の時とか、東京で行ってね、お仕事がある時とか、そういう時しかカラコンはつけてなかったんですけど、最近はカラコンがないと、動画撮れないな、ブスだなっていう風に思うのでつけるようにしてます。なんかねカラコンつけないと自分の顔が嫌になってくるみたいな、もうカラコン依存症まではいかないんですけど、カラコン値段するし、学校行く時は普通に透明のコンタクトなんですけど、最近お気に入りなのがこちら、プランミーのメープルシフォンというカラコンです。今日もつけてるんですけど、このカラコンめっちゃ可愛いですね。結構人気なので知ってる方も多いと思います。こんな感じのカラコン、こういう縁があって
て中が茶色い感じのカラコンです。メープルシフォンはケースがシフォンケーキ食べてるので、なんかケースでこれは判断できるタイプですね。めっちゃ可愛いですよね。でこちらこのメーカーから出てるフランミーのシリーズ、名前が全部可愛くっていろいろ、私はこのメープルシフォンが今気に入って使ってます。フランミーのカラコンは結構インスタとか SNS で調べたりとかしてて人気で知っているメーカーだったんですけど、初めて買ってみてすごく良かったです。前までは眼科に売ってるカラコン以外使ったことなかったんですよ。でも眼科の先生に聞いたところ、まあ、度数分かってるから大丈夫だよって言ってもらったので、自分の度数に合ったものを最近はちょっと買ってみたりしてるんですけど、種類があんまりないじゃないですか。でもネットとか薬局とかで売ってるようなカラコン、いろんな種類があるので、コンタクト屋さんで買えるコンタクトだけを使ってきた私はなんか今いろいろ試してるので、皆さんのおすすめがあったらぜひ教えてください。今家にあるのがこのフランミーと、あとバンビシリーズのカラコンもめっちゃ可愛くてレビュー出してるんですけど、今月のお気に入りということでこちらを紹介させていただきました。そして最後こちらマーズのマスクになります。この間のマスクメイクでも動画で紹介してるんですけど、このマスクですね、あのマスクメイクの時ワイヤークッとしないでつけてたんですけど、これワイヤー入りなんですよ。で中が黒なんですけど、こういう感じのマスクです。すごい可愛くないですか。黒とピンクがあってピンクを買いました。1枚2000円だったんですけど、洗って使えるのでいいかなと思って買ってみました。紐もリボンで、紐ゴムのところもリボンゴムのところもピンクですごく可愛いですよね。こういう形になってて、こういう感じです。めっちゃ可愛いのでお気に入りです。はい、というわけで今回は5月のお気に入りを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら少しでも参考になったよ、欲しいなっていうものがあった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。皆さんの最近のお気に入りとかもぜひコメント欄で教えてください。バイバーイ。